見れば見るほどですはい 今週もいろんな流れがありました。ああ、こういうこともあるのかということもありました。はい、経営派の物資委員会さんから頂い,いておりますが、原、反原発コンビ再びというのも今週話題にしたうちの一つだったですよね。細川、はい、さんと細川さん。細川さん。はい。はいえー、この二人の反原発コンビが再び立ち上がりました。自然エネルギー活用を掲げる一般社団法人を立ち上げたということです。私は原発絶対反対というわけではない立場の人間 ですが、うん ね、いろんな立場があっていいですよね、はい、原発反対って、ね、いや、原発賛成って、ねあの、賛成でも反対でもないし、いろいろ、まあ、いろいろそこの間にはある。絶対反対というわけではない立場の人間ですが、研究と国防以外の原発は縮小していくべきだと思っております、各、ね、個原発の排水が磯焼けの一位にもなってるようですしという、磯焼けっていうのはあの、その辺りの海岸とか、ちょっとその付近の海が、はい 燃えなんかも全然途絶えてしまって、うんうん、貝とかも本来付着するようなところもですね、はい、そういうような今まであるべきものの生態系みたいなのがですね、うん、崩,れ崩れてしまっていると。はい、これ磯焼けって言うんですけどもね、はいうん。これはまああの原発だけではなくて、コンクリートがそうやといい人もいますい。いろんな要素があるん。ん、まあで、原発の排水もまあその中の一因である。まあ、それよりもです。 福島の事故以前から研究が進められていた、あの、も、も類、ね。 のも,、はい、もう使った、えー、バイオエタノール技術、えー、震災後でも福島の広大な、えー、被災地域の新たな産業となり得るというそういう声もありましたがあれからままるで話を聞きません原発と違って政治家や官僚、えー、既得利権団体にとってうまみのない話なんでしょうかねというね。うん、うん いいことだけども、それになんか利益が伴うかどうかということからすると、はい、あもう育ててもな、あんまりなんかおいしくないなと、本当は、うん、あのいいことですよでも、バイオエタノールにしていくと、将来いいんでしょ、うんうん、そうですよ。うん 桃はその辺にあるし、<laughs> 取ってきてって、桃を取るためにはこんな技術があって、その技術うちが持ってますからね、み、うんながだんだん利益が生みますけども、うん、まあそういうことでの、全然話がない、二人の行動にはあまり期待してませんが、とりあえず既得権益とは離れた技術にもスポットが当たるようになっていただければなと思っておりますということですね。でですすかかららこここういうういいとととろも期待ししてますよということでした、はい、電力、えー、さんから ちんちんさんから頂い,いておりますが、そういえば、あニュースが流れました細川、小泉両氏の、ねうん、会社のということで、まあ、さすが聞けばのリスナーさん、ニュース記事のスクラップが得意ですね、えー、ご紹介のお便りで気になったんですが、小泉氏がロードマップがないとおっしゃるお便りもありました、ね、だからどう,やっかてどうするのって、うこれから将来展望が、変わりになるものがない。ないぞと、うん というのそういうううののそ批判のおりりもありました、はい、ですが我が国の従来からの原子力政策自体放射性廃棄物の処理をあとは野となれ山となれ的に放置してきたのも同然で原子力基本法以下関係法法令を読んでも実際の原子力政策を見てもその辺は 明らかなんで、片方だけロードマップを要求するとか、対案を求めるという主張は、一見もっともらしく聞こえてしまうんですが、ちょっと全体を理解してないお便りと思いますけれどもと、国だってじゃあこれ、どういう将来的にどんな道筋あんた考えとんのやっていいと、いや別にまだ、あの、それは。 次世代のね処理の場所も処理の方法も、はい、その辺のところもまだ決まってない中でというようなまた電気を使い放題の生活を捨てられないかのようなお便りも紹介されましたがこれも耳たこのご意見なんで現時点において原発が稼働していないのでこうしたご視聴主は現在現電気のない、えーね、待望生活といますかねあの貧しい生活を送っているだろうかと素朴な疑問を持た ざるを得ません、えー、この手のご意見についても、都知事選都知事選運動期間中候補の細川氏も、えー、応援の小泉氏も現在原発が動いてないじゃないですか？と分かりやすい主張を繰り返していました。まあ、この通りだと思います。この後に及んで電力不足論は妄想と言い。って 構わないいと思います、まあ、この方の方ご意見、うんえー、電力はどこから作ってもいいんですでより問題のないものを選択すればいいんです足りてるんですからさて細川小泉漁師の一般社会、えー、社団法人設立という話については漁師は選挙敗北後に今後も運動を続けるとおっしゃっていたのでこの法人をプラットフォームにして頑張るんでしょうという感想ぐらいでようやく動き出したという話でどうなるかこれからまあ評論する段階にはないといったところです まあこの方もあの一応まだいいも悪いもないぞとこの二人のやつはね、うん。しかし小泉さんと細川さんの運動も発信力ということなんでしょうが、まあ、有名人好きだなという感じがいたします。そして坪井先生にそのお呼びがかからないのは梅原武さんとか、はい、瀬戸内寂聴さんとか、はい、名前がありました,ました、ね、坪井先生にお呼びがかからないのは有,も有名人としてはどうも点々点というところに難点があるのか。あるるいは坪井先生がかねてから主張する ようにバリバリの資本家でもしや札束でも積めば転びやすいと見られてるからではないでしょうか <laughs> こいつら絶対こいつあかんぞと、うん、ね金積んだらころっと市長帰変えるやないかという、まあ、そういうことらしいんですけどねあ、ねはい、あののの昨日の夕刊あたりなんかでは今年の夏に、うん 関して各電力会社が電力不足、まああの回避できるよというような、電力確保しましたよっていうような記事も載ってますし、うん、まあこれね、うん、中日を今見て、ね他の新聞でも載ってますけれどもね。きょ田さんがね、そのことについてやってました、はい、あのこの夏、原発が今、ほとんど動いてないと、はい、その時にどう対処していけるのか、いけないのかは、各市。 ババラバラであったという、うん、朝日はあの十分いける、はい、ねそれからあの読売は綱渡り状態というようなことで、うん、同じ現象を捉えてても新聞社によって随いあの違うだからこそたださん言ってましただからこそいろんな新聞を読まないかんということであるし、うん、番組でも同じようなことであるならば皆様。 辛いまあどうであし CBC の番組の中でもそれぞれいろいろご紹介するものが違ったりとか、うん、ニュアンスが違ったりっていうのはそれぞれのパーソナリティの特徴であったりなんかもしますけれども。はい、というようなね、はい、今週もそういうようないろんなね、はい、原発に関しては動きがあったという一週間でもありました。